先行電撃隊は1958年にイギリスで制作された戦争映画。日本では株式会社東宝東和が配給した。先行電撃隊は1958年にイギリスの監督、脚本家でマルタ東工房線、暁の出港などいくつかの戦争を舞台にした映画を制作していたウィリアム・フェアチャイルドによって制作された。 主演には前世紀を迎えていた俳優ローレンス・ハーベイが抜擢され映画音楽の巨匠であるウィリアム・オルウィンが劇中音楽を担当した。第二次世界大戦中の地中海で暗躍していたイタリア王国のフロッグメント、これを追うイギリス帝国の海軍隊員、ライオネルクラブをテーマにした内容となっている。 1941年12月19日、イタリア海軍のアレクサンドリア港攻撃によって、イギリス海軍の戦艦2隻が破壊された。作戦を行ったフロック面部隊がわずかな人員と友人魚雷で大型艦艇を容易に破壊してみせたことは、イギリス軍に大きな危機感を与え、数軸軍に地中海の政海権を奪われる可能性が浮上した。 イギリス軍を翻弄するがごとく、イタリア海軍は、すでに新たな作戦の準備を開始していた。フロッグメンの次の目標が、ジブラルタル海峡であることを察知したイギリス軍は、海軍隊員、ライオネルクラブに、大特殊作戦部隊の編成を命令した。クラブ隊は、フロッグメンに対抗するべく、自らベテランのダイバーたちから、潜水方法を学び取った上で、彼らと、 イギリス式の潜水部隊を結成した。彼らの活躍で、ジブラルタル海峡へのイタリア海軍の奇襲は防がれたが、多くの犠牲者を引き換えにしなければならなかった。その後、フロッグメンの拠点が、親ファシストのスペイン国内に存在するとの情報を得たクラブ隊はスペインに密入国し、追跡をかわそうとするフロッグメンと攻防を繰り広げながら、情報を集めていく。 そしてついに高級住宅街に邸宅を構えるイタリア人資産家のトモリーノがフロッグメンのリーダーであることを突き止めた。しかし同時にアルヘシラスに浮かぶ商船を偽装艦にしてイギリス海軍の輸送艦を襲撃しようとしている事実を知る。イギリスの艦隊を守るべく商船でフロッグメンとの決戦を挑んだクラブ隊とその部隊は死闘の末 彼らのやり方を模倣して官邸に嫌いを仕掛けて挑戦を破壊した。大尉たちの活躍でイギリスは地中海の制海権を取り戻し、クラブ大意は軍から名誉勲章を授与されるのだった。ありがとうございます。